どうしたどうした、うちもここまで来ると哀れじゃ。メイソメイソ、ミカとはもっと賢い子じゃと思っておったのに、メイソメイソ。覇王丸というのは剣の達人の名前じゃ。そういったやからについて詳しく教えてやってもよいぞ。というわけにはいかん。わたしらの出す問題に答えるのじゃ。問答無用じゃ。かわいそうに、ウババのムチもここまで来ると哀れじゃ。アメッソウババはもっと賢いバーバーじゃと思っておったのに、メソメソ。うるさいわい、つべこべ言わずにやるぞ。いざ尋常に勝負。天草四郎時貞の本名は次のうちどれじゃろ。この毒の名前の元になっているのは次のうちどれじゃ？おめでとう。伊賀流の忍術で有名な服部一族。さて、どんな武将に珍重された？ことで有名な人物といえば誰じゃ？中国の王朝秦は一度改名されてその名前になったのだが、
解明される前の王朝名は何じゃろか。おめでとう。知らぬいという自然現象の発生で有名な海といえばどれじゃろ。のバラの花言葉は内気な恥じらいであると言われているが、ではバラの葉につけられた花言葉は何じゃろ。血肉を食うという悪鬼という意味の言葉は次のうちどれじゃ。それを今から語ってやる。始まり始まり。黙っておれ。さて、数年前のことじゃ。天草四郎時貞という男が不気味な力を操り、邪教の教えを広め、世界を破滅に導こうとしていた。最悪の時代が訪れた。だが乱世は戦士たちを生み出す。目的は違えど、戦士たちは時に相まみえ、時に共に戦ったのじゃ。そんな戦士の一人が覇王丸なのじゃよ。あったまきたぜ。何か起こるような要素があったか、それとも何か老いがついに頭に来たか。覇王丸のモノマネをしただけじゃ。下手くそじゃな。ありがとう。褒めとらんわ。ごめん。精進が足りん。先に言うな。私が真似をしようと思っておったんじゃ。あうわ。誰がアホじゃ。腹立つの。はあ、さらにムカつく。
っちまったぜ。そんなわけがあるか。バチ当たりな。闇に滅せよ。だったらどんな声がいいのかしら、坊や。うわ、それは誰の声じゃ。わからんぞ。私に出会ったこと、いい思い出にしてね。ぬぬぬぬぬぬ、なんだかウババに女として負けた気分じゃ。よし、わしらも色気ムンムンの声で勝負じゃ。己が生き方は体で修正。土星の波は海よりしびるぜ。おお。すまぬ、帝殿。ダメね、あなたたち。ちちち、それを言うなら。素晴らしい悪夢だ。始まり始まり。それを言うなら。ごめんなさい、もう行きます。お見事。